はい、どうも、ティーチャーシフトで今回ですけど、今回は、今日からね、新しいイベントが来てるんで、こちら紹介していこうと思います。ということでね、イベントから、新学期ですね。こちらで、これ、ラッキースクラッチって来てますね。で、こちらがなんとね、いや、今回ね、これすごいね、景品がいいんですよね。全部ね、もらえるのは限定金券なんですけど、こちらが期間が17から25までやってますね。イベント期間中購入したスクラッチカードには3つのスロットに別々のランダムイベントが載ってます。まあだからこんな感じだね。今日だったら、この花火、たい焼き、ロケットだね。って感じで、スクラッチ後、出てきたイベントがスロットのイベントと同じかどうかで何等賞か決まります。ランダムイベントの出現確率は同じです。スクラッチは1日1枚のみ購入できます。毎日0時に決算されます。すべての箇所をスクラッチしなかった場合は、すでにスクラッチした箇所に付いて賞を決定します。とのことです。なんで1日1回これね、引くことができます。で、17から25日まであるんで、全部1等賞だった場合は、最大で9000金券もらえますね。やばくね？めちゃくちゃ豪華なんですけど。なんで、これですね、この限定金券で買えるやつが、最大9000金券今からもらえるんですよね。やばくない？これ。超激アツなイベントなんですけど。まあ、ということでね、スクラッチ削っていこうかな。うん。なんかログインのももらえるんで、もらっていきましょう。よし、じゃあスクラッチ。まず好きな場所ね、選んで、やる感じですね。男は黙って真ん中だよって感じで。内容としては、1等賞1000金券、2等賞500、3等賞300。外れても3箇賞で100。なんで、最低でも900金券、毎日やるとね、手に入ります。よし、ということで、真ん中引いていきましょう。レッツラゴー。よし、買いました。で、ここのね、これ。花火、たい焼き、ロケットが出ると、1000金券だね。行きましょう。はい。あ、もう外れ、もう外れ。はい。はい。これは参加小説あるね。お、でも、ロケットは当たりましたね。お、よかった。ということで、3等賞当たりました。300金券。いいですね。結構当たりだった。ということで、本当にもう本当にもうちょっとでこれ、10買えるということでね。近々こちらもね、購入したいと思います。ちょっとサブアカでも引けるんで、サブアカ引いていきたいと思います。はい、ということでね、サブアカでも引けるんで、引いていきたいと思います。サブアカの方はね、ちょっと、気持ち限定金券少ないんですよね、今。4600しかないんで、サブアカはね、何交換するかちょっとまだ考え中ですね。割とあるんですけど、まあ、これはね、溜まってから考えましょう。ということで、こちらもスクラッチ、引いていきましょう。まあ、真ん中、さっきやったんで、じゃあ今回は、右下にします。購入。で、今回は、段ボール、たい焼き、トランプだね。オッケー。じゃあ行きます。こっちから。もう違う。すでに違う。おー、これは、残念小説。残念賞でした。って感じでね。毎日やれば、最大9000金券ってやばいよね。もうやばいぐらいの額なんだけど、もうガチャで言うといくらよ。まあ、120だとして、75連分。やばいな。これめちゃくちゃやばいイベントですね。ということでね、皆さんもぜひスクラッチやってみてください。ぜひ今日ね、何等が出たかコメント欄で書いてみてください。ということでね、引き続き動画お楽しみください。敵を確認。